黄金色に色づいた稲。三重県紀宝町は県内有数の早場米の産地で、中西和正さんの田んぼでは毎年この時期に早場米の秋田小町の稲刈りを行っています。今年は雨が少なく日照りが続いたので心配されましたが、稲への影響は見られず、台風の被害もなくて、お米の出来栄えは良いということです。この新米は来月4日から地元の JA 伊勢などで5キロ2300円で販売される予定だということです。